ずっと水入ってきて、うん、両手両足動かんし、うん、冷静に、うん、このままもしかして死ぬんではなかろうかと、うんうん、ここで折れたらどうなるか調べたら、うん、え俺も歩かれへんやん皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい今日はですね、今香川県に来ておりまして、香川県に住んでいると思われるこちらツーハーと今日はお話ししていこうと思います。はい、ツーハーは一体誰なのか何者なのかを皆さんに紹介していきたいと思いますので、いろいろ質問しますが自己紹介をどうぞはい、はい、どうもツーハーです。あー、はいどうもツーハーです。あーちゃうね、あーちゃうね、なんかそう横であーとかさほんとやりにくなるやんあったなって思って、あ、はいはい、まあ、手がね、ツーハーさんは、はい、まあ車椅子なんですけど、今こんな感じでね、はい、今上から撮ってるけど車椅子で、まあ、さっき言ったこうお手手もウィッてなるタイプなんで軽損です。頸椎損傷をした車椅子ユーザーさんですが、イエス、いつ、はい、怪我をしましたか？怪我をしたのは2021年の7月、はい、去年の7月、うん、夏ですね。お、じゃあ退院したのはいつですか？今年の8月。お、じゃあまだ今がそうですね、もう12月になったんで大体3ヶ月、4ヶ月ぐらい。おー、いやー、生まれたてですね、生まれたて、はい、ベイビーです、まだまだご指導ごめんたつ、はい、ちなみに今何歳ですか？今36ですね、こう見えて。あ、若い若い若い、 おっさん意外とおっさん、今若いと言って、なんで怪我したんですか？これはあの通販の動画を本物は見てほしいとこなんですけど、うん、プールへの飛び込みで、うん、プールの底で首丼しました。え、それ遊んでて？遊んでですね。あ、そうだよね、学校、そうそうそう、学校のプールじゃないもんね。36歳学校ないんで、ね、え、その何ていうの、遊園地のプールってこと？あ、ね、その時はプールでイベントをしてて、うん、小学校のプールを借りてたんですよ、うん、でプールサイドでイベントしてて、うん、それまで遊んで泳いどったんで、うん、大体どんな深さは分かった状態で飛び込んだら、うん、プールの底で頭打ったんですよ。でもさ、手から行くじゃん。そうそう、そこをシュッて。どうやって頭刺さるの？でもあれって手から行くけどプールの底に頭打つなんて思ってないから、うん、手で止める準備はしてない。だからドーンってなった瞬間意識なくなるでしょ？いや、あの時全然意識あって、うん、こうおーおーおーってなってプールの中で、うん、うわめっちゃ頭打ったわと思って、うん、まあいいわ泳ごうと思って、痛くなかったんですよ、うん、痛みがなくて、うん、でいやマイカを泳ごうと思って、うん、と思ったらあ、え、両手両足動かへん、うわーと思ったんです、うん、そこでバーってびっくりして、うん、はーって口開いてびっくりしたらもう水飲んでもらって、水ブワーって飲むんですけど、うん、じゃあもう お腹いっぱいから水止めるってできなくてあおうおうおう、口閉じられへん、ずっと入ってくる。口も麻痺してたのその時じゃ？いや麻痺してないけど、もうなんか意識が止めれなくて、うん、ずっと水入ってきて、うん、両手両足動かんし、うん、冷静に、うん、このままもしかして死ぬんではなかろうかと思ってました。でも一瞬その軽損やから、うん、その時も肩は動いたんですよね、こうやってわかります、こうやって水の中ぐるぐるって回りながら、すごい一瞬受けたんで、うん、口を一瞬出せて、うん、で飲むのはそれで止まったんですよ、うん、でそこで力尽きて息吸って、うん、もう落ちていって、うん、息吸ったからこれでずっと耐えようと思って、誰か早く来いよと思って、めっちゃ意識あるんだね。全部覚えてるっすよ、すごっ。窒息死とか溺死とかよくしなかったね。いや、あ、でもありえたと思うっす、全然、うんうんうん、じゃあそのまま意識あるまま病院に連れてかれたわけでしょ？そうです、そうです、そうです。で、手術しますってなったわけ、その日に。なりました、なりました。救急車乗ったら、うん、多分首の骨折れてますねって言われて、うん、みたいな、うん、首の骨折れんの、なおかつ生きてんのみたいな、うん、痛くないねんけどみたいな、うん、でそのまますぐ手術でしたね、担ぎ込まれて、その日の夜中にはもう手術しました、1回目。じゃあ軽損ですって言われて、こういうまあね、歩けなくなるかもしれませんみたいな、うん、車い生活を送るかもしれませんって言われましたと。はい、どんな気持ちでしたか？よくある質問だけどその時はもう首の骨折れたなって言われた時点で、うん、イメージとしては首の骨折れたら死ぬんで、うん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 、あの素人の、うん、
ですけど、だからもうその時にちょっともう体は無理じゃないかって思ってて、うんうん、それよりその水飲んだ影響で肺炎を起こしてて、うん、肺が呼吸が全然整わなくて、うん、そっから1週間ぐらい、うん、何よりも呼吸のこと考えとったんです、このがもうできひん、だから通販なの、違う、しかもスーハー、スーハーってスーハーめっちゃ戒めてるやん、その時の肺炎めちゃめちゃ戒めるやん、ちゃう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 、勝手に通販のルーズ使われてくるでもずっと言われてないパターンで、今後こうなる車椅子で、うん、ずっと体が動かん人が多いですけど、うん、みんながみんなそうってわけじゃないんで、うん、頑張りましょうみたいな、うん、いや先生そんなことより、じゃあいつになったら歩けるんですかとか、うん、ずっと無理じゃないんですかとか聞いても、ザハ、うん、さん頑張りましょう、そうなの、そういうタイプ、もうスマホが来た時点で、うん、自分で調べたんですよ、うん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 、首の骨を ここで折れたらどうなるか調べたら、うん、え俺も歩かれへんやん指も治らんのみたいな感じでした、うんうん、だからそれやったらもうしゃあないなと思って、うん、指動かんし、うん、歩かれへん生活はどんな生活ができるんやろ、うん、っていうところで、はい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 、いやいや YouTube、うん、ありがとうございました、おいなの、おいなんだっけ、いやめっちゃ見たその時だからえ、初め YouTube で検索したの、しましたしました、すぐ車椅子とか頸椎損傷みたいな、頸椎損傷っすね、でも置いててこないでしょ、だってそん時にヤババって見たのが、うん、チンさんとしょうこちゃんと姫っす、うんうん、あ、そうなんだ、3人のずっと見てました、へー、でそれぞれなんか、あ、車椅子でも首の骨折れた感じでも違うんやなみたいな、うんうんうん、その時初めて知って、うん、でもあ、逆に言うとこの辺までできんねやっていうのがその時に見えたから、別に人生そんなになんか何もできへんわけじゃないんやなって思ったので、うん、結構もう1週間ぐらいでは、いや今後どうしようみたいなのを決めて、バーってやってて、それをあのリハビリの、初めてリハビリの時の先生に、うん、いや俺この後の人生こうしたいんですって言うと、うん、あのそんなこの時のことより現実を見てほしいってブチ切れられるっていうどういうこと、リハに向かえよっていう話、そうそうそう、だから YouTube をしてとか、うん、だからパソコンを使ってコンサルとか、うん、そういった仕事を受けようと今後、うん、みたいな話をすると、多分そういう知識がないから、うん、そんなんできるわけがないと、何現実逃避してんねんってことで、あ、そうなの、ブチ切れられて、で泣くって、誰が、こっちが話通じひんと、あ、そうなんだ、もともとお仕事は何してたの、もともとその時直前は建築関係の会社役員、あ、違うんですよ、姫、大工さんにあの資材を持っていく、じゃあ建築関係トントントンだよ、知らないの、知らん、建築関係トントントンその会社さんは今はやってんの、いや、自分はもうやってるんですよ、やめたの、車の運転もあるし、やっぱ重量物運ばなあかんので、あ、自分で運ぶの、そうです、そうです、そうです、へえ、義理の親の会社で、奥さんの親の会社です、うんうんうん、へえ、そうなんだ、そこはもうやめました、そうで、通販が、まあ、一番なんかこう話題になったというか、なんかお、この人面白いなってなったのが、まあ、入院中からだから YouTube を撮りましたよっていうのが、あ、う、ね、まあ、通販さんならではのお話で、入院中ベッドに横にいる映像ばかりを映しながら、はい、オンザベッド TV っていうことで入院中から半年ぐらいですかね、うん、始めました、すごいね、なんか周りにさ怒られなかったの、いや結構病院からは最初はやめてくれって言われて、うんうん、そうだよね、でも、まあ、この発信する理由となんでかっていうのをちゃんとプレゼンにまとめて、うんうん、院長出して、マジで、で上まで上げてもらって、で向こうからも要望が出て、うん、じゃあの部屋の外では絶対あかんとか、うん、窓の映りとかも気をつけてくださいとか、うん、同じ部屋に人がおったらあかんとか、うん、人がおるときは許可を取ったらどうですかとか、うん、でもすり合わせして、で最終的にあのサイン書いて、ボインをして この指でボインをして、うん、で OK です、すごい、だからそっからは、まあ、病院としても認めてもらってたんで、ちゃんとルール守った上で
やってたから、うん、そんなにどうこう言われることはなく、部屋同じ人も言ったら分かってくれる方々で、うん、ちょっと動画撮っていいですかみたいな、全然音出してもらって構わないんでみたいな。そうだからね、その周りの人がいるのにさっきの挨拶を一人でベッドの上で、そうそうそう、もう前に来てくれ2人女にどうもって、そうですとか言って、で見てるんでしょ、だってその めっちゃ見られてます、めっちゃ見られてます30仲間のおっさんが、いやすごいメンタルだよね、それはすごいメンタル、そういうのは結構平気なんですよね、もともと。退院してきて今は何してるんですか。今は正直定職にはまだつける状態ではないので、うん、何もしてないっていうとあれなんですけど、うん、まあ、一応運営としては、うん、ヘルパーさん問題って入院の時から結構聞いてたんで、うんうんうん、そもそも確保ができないとか、うん、確保した後も、まあ、やっぱり合う合わんって人間同士なんで、うんうんうん、なかなか難しかったりっていうところがあったので、うん、事故する前からの知人と一緒に、うん、まあ、共同で介護事業を立ち上げて、そこから自分のヘルパーを出してるという形の、まあ、介護事業所の運営が一つと、うん、姫も少し絡んでいただいたと思うんですけど、うん、社団法人ユニバという、うんうんうん、熊本のしんちゃん先生というちょっと土地狂った医者が立ち上げている社団法人があるんですけど、うん、まあ、そこで理事をさせてもらってて、それぞれイベントに向けて いろいろ活動しているというところと、あとは自分の YouTube 活動で、この3つですね。収入を生んでるのはどれ。収入を生んでるのは、うん、それで言うと、うん、自分の YouTube 関連だけじゃないですか、現状。いくらもらってるんですか。 YouTube 収益最大収益、うん、もう最大で先月が1万5000円ぐらいかな。あ、なるほど。あのライブのスパチャにだいぶ助けられて、へ、多分毎月平均はたら8000前後ぐらいです。へ、でも男の人ってさ、女のファンの人がすごいつきやすいと思うんだよ。へぇ、チンさんもそうだけど、イケメンやんそうだけど、ペンペンペンってやめてもらっていいですか。違う違う、確かにやばいしでも、まあでもこう支えてあげたいですね。ジャニーズみたいなさ、なるほど、アイドルみたいな扱いでなるんだよ。じゃあ、でもチャンネル登録者を見ると、うん、女性の方がこう見て割合多いんですよ。でしょ。出身はどこなんだっけ。出身は大阪です。でホストだったんでしょ。ホストやってたことありますね。それはバイト。本気。バイトっす、バイトっす、バイトっす。あ、バイトなんだ。全然バイトっすよ。え、でじゃあ動画でどういう動画を今後出していきますか。ツーハーチャンネルは。なるほど。いや、難しいところですよね。やっぱり入院中は、うん、結構その入院ネタ、ネタ、うん、結構あったんですよね、そう思うと、うん、コロナ禍の入院やし、うん、入院してる当事者の方の家族も、うん、入院中の生活知れなかったんで、そういったところの話とか、うん、まあ、急性期から慢性期までのリハビリの話とか、うん、意外とできたので、退院するとこう制限がなくなるから自由が広がる分、うん、で何を撮るかっていうのが結構難しくなってきて編集時間も倍以上になったし、うん、ポンポン動画も上げれんくなる割には、うん、日々の時間はやっぱり減るんですよね。入院中みたいにリハビリと YouTube だけってわけにはいかないんで、ってなって週1本ぐらいまでちょっと頻度落ちてるんですけど、多い時週5ぐらいに出してて、うん、だからもうちょっと頻度上げたいんですけど、内容はそそられる内容ですか。そそられる内容やっていかなあかんすよね決まってないの。いや、もうどれもこれも結構ありきたりでっていうのはちょっとありますよね。2023年は自分が見てきた方とできればこっちから会いに行ったり、会いに来てもらったりコラボさせてもらって、いろんな方に感謝と、改めてあなたたちのおかげで退院することができましたと、社会で頑張ってますっていうのを伝えながら、いろいろ話していけたらなと思ってですね。対談動画が多いということですかね。そうですね対談動画が見たいと思う方は対談動画じゃない人を見てよ対談、まあ、その入院中のね、通販ちゃん、通販姿をね、ぜひ皆さんまだ見てないということは見てください。いや、それこそ本当にあの最後ですけど、入院中の最初に、うん、あのさっきも言ったみたいに3人のうちの1人が姫やったので、うん、もう本当に何も知識のない時に、うん、その車椅子の生活とか問題点を見れて、うん、もうどれだけ助けられたか、どれだけ今後がそれで見えたかっていうところがあるので、うん、もう
改めて本当にありがとうございます。やめてよ、そんな真面目動画じゃないんだから。アピロと思って。なの？いい人やでっていう。ちゃんとしてんねんでって。いつもどうもとかやってるから。そうだね。いやでもいやよかったです。私も実際そういうね動画を上げて役に立ってるのよって言われる人が目の前にいてよかったと。いや本当にめちゃめちゃ役に立ってると思います。多分それなかったら YouTube もやってませんし。いやいやでもめっちゃ増えたよね。やっぱり絶対おいのおかげだと思う。いやその時全然おらなかったんですよね。まだ。ないないない。本当え寺竹 TV と涼子さん。涼子さん、中島涼子さん。と陳さんか。くらいじゃない。ですよね。うん、いや、こんなにいっぱい。大御所ですもんね。ワンピースでいう4校のうちの一角と思ってます、ね。本当すごいな。長期で休むっていうのは、まあ火傷した時くらいかな。ああ。まあ、まあ、それはまあ入院の時だけど、でもだからそんくらいだから、ようやってますわ。いや、本当に。大変だけどね、本当に。ちょっと今方向性をちょっと考えてる。でも引き続き続けては行かれるんですよね。そう、あだからなんかちょっと今日お仕事依頼を持ってきたわ。後でから喋るけど。嬉しい。嬉しい嬉しい。収入収入。うん、ちょっと審査面接してからだけどね、ちゃんと。でもやっぱりこうまだまだですけど、その入院中から発信することで、うん、こういうやっぱり生き方とか選択肢もあるっていうのは見せたいですよね。うん、そうだね。このまましっかり収入を得るまでが一つのストーリーとして。なかなか軽装だけやったらいいんですけど、言った通り、うん、足のこと一緒整骨科があるので、うんうん、それも含めて働くことが現状難しい状態で、うん、指も置く関係のパソコンとかも使って、うんうんうん、まあ、こういう選択肢あるよっていうところは見せたいっていうのは一つ、うん、大きな目標としてありますよね。そうだね。だから私なんかだから一番初めから出してるからさ、成り上がり感が一番わかるわけだ。はい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 。でも初手からもう2本目でしたっけ、バズったのが1本目からですか。 3本目だけど、でも、まあ、でもじゃあってさ、でも何もなかった人だから私だってね、はい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 、何もなくてたまたま動画がバズったけど、一発バズりなんていっぱいあるわけじゃん、変な話、うんうんうん、でも一発バズりじゃなくてそのまま YouTube の活動から派生したそういう枝分かれもいっぱいありきの、今ずっとだからフリーランスで入れるっていうあれがあるから、年間ちゃんと収入が上がってるっていう今のところはあるからね。それがしっかりやっぱりできるっていう、なんか夢物語じゃないっていうところを見せたいですよね。そう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 、見せたい。ということで、はい。はい、ということで、はい、ということで、ベラ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 と、これうまくまとめれるのかな、面白く。もうテロップめんどくさかったら無視してください、こっち。ということで、はい、通販の方のチャンネルでは。泥酔で喋ろうかな。泥酔できないよ、うんこ漏らすわそれ。まあなんかお酒を飲みながら話すやつかな。そうですね、はい、それでいけたらいいなと思ってます。しようと思うのでぜひご覧ください。ということで、はい、このチャンネルが良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ツーハーちゃんのもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。